はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今日はね、何をやっていこうかというとですね、例の、何でしたっけ、久しぶりに忘れた、CG1 グランプリでしたっけね、カレ牛のね、山梨木カレ牛の一番決めやつで、あの牛丼の並盛りとカレーの並盛りをね、ドッキングしてね、究極のカレ牛を作るぞという、で企画でございましたね。だってもね、ちょっとね、日にちが空いてるんですけどね、今日もね、すき家さんでね、やっていこうと思います。ただね、ちょっとね、時間がね、食いに行くっていうか、まあ、買って家でやってるんですけど、時間がなくてね、今ね、朝の5時20分なんですよね。こんな時間なんでね、大きな声も出せないんで、ちょっとね、初めての試みかな、初めてかな、音合わせして、スマホのレコーダー機能でね、音取ってるんでね、これで音がどうなるかですね、声張って、いやどうもってできないんでね、今日はちょっと朝早すぎてね、まだ周りの皆さん寝てますんでね、ということでございます。どこに置いてやっていきたい？こっちの方がいい？ってことでね、どんどんね、やっていこうと思います。売るのか売るってね、難しいね。ということでね、カレー牛買ってきました。すき家さんでね、カレー牛っていうかね、カレーの波と牛丼の波ですね。で、料金の方は、2個で880円だったかな、どこにしなかった。そうですね、カレーの波が480円で、牛丼の波が400円で880円ってことだったんで、中尾よりは安くて、松屋の方のが安いのか、20円かな。確か、松屋は、860円でしたよね。っていうところでしたんで、なるほどな、こうでぐらいの違いがあるんだな、ということでございます。また、リストは作ってるのかな。どうだろうな。そこまで手が回ったら、ずっとパッと作りますけどね。今までのやつの履歴、まだそれのリストも作れてないっていうか、あっちの編集もまだ手つけれてないですからね。そのあたりはね、ちょっと雑談でもしながらと思ったんですけど、あまりね、喋れてないんですよね。ということなんでね、早速食べていこうと思いますよ。早速ね、じゃあ開けていきましょうね。よいしょ。こんな感じでね。まずいの切ってないね。大丈夫だね。よし。でね、こんな感じ。カレーは、こういう入れ物タイプですね。なるほど、なるほど。なんか、中身もこんな感じでしたよね。ルーの大きさが全然違いますけどね。入れ物としてはでっかいですよね。まあ、多分、すき家さんは、メガとかそういうやつも入れ物として想定してるんだと思います。確かメガカレー買った時と同じ入れ物ですもんね。ですので。入れ物は統一して、やってるのかなってところですね。で、牛丼はこんな感じ。でも、時間盛りのね、そんな感じになってますよって言ってね。牛肉の2倍盛りっていうのがあって、それも880円なんですね。ですから、ご飯の量こんなにいらなくて、肉をね、もっと楽しみたいよっていう人は、そっちの方のがいいのかもしれません。ご飯が少ない分、あれですね、肉が2倍になるということで、多分これの2倍になってくると思うんで、それはそれでお得ですからね。じゃあ早速いただいていきましょうね。めんどくさいからお箸で、タイミング的にいただきます。タイミング的にちょっと今日やらないとねっていうタイミングだったんですよ。この後逃すとね、ちょっとまた1週間ぐらいで、ね、できないなっていうタイミングだったんで、よし、今日やるかってことでね、早速食ってきます。まあ、牛丼とカレー自体はね、まあ、慣れ親しんだ味ではあるんで。定番の味ですね。で、ここに、カレーをね、かけてあると、いいですね。カレー牛って言うと、す
すき家さんのイメージ強いですもんね。一番最初にカレー牛って作ったら多分すき家さんですもんね。うん。で、カレーの単品と食べると、うまい。美味しいですね。そういえば、すき家さんは、あれですね、カレーの福神漬けかセパレートで分かれてるんですね。そういえば他のところって全部直盛りだったんで、こういうところは結構ちゃんとあれしてるんですね。うん。セパレートはセパレートいいですね。うまいですね。いやでもね、人ってね、途方もないことがね、発覚してきましてね、その、なんだったっけ、今ね、未編集のやつ、データがね、結構あるなとは思ってたんですよ。あるのは分かってたんですよね。改めて、時間換算してみたんですよ。その素材データは、何時間分くらいの素材データをこれから編集しないといけないのかな、どれくらいストックがあるのかなと思って、今までの中、多分、過去一でストックの量はデータのサイズだけパッと見たら絶対過去一で今ストックあるよねっていう状態なんですよ。で、改めて時間をね、でも変な話、その残ってる素材データ全部タイムライン上にビャーって並べてみるっていうね、まあ一番原始的なやり方なんですけど、で、やってみたら、まあびっくりしましたね。ざっくりとね、70時間分のね、素材データ分がね、未編集で手つかずになってるんですよ。やべえな。そんな状態でこんなね、動画撮ってね、また素材データ、これでまた40分とか喋ったら、ね、71時間になってる。まずいぞと。ね、丸3日、ただ見てくだけでも丸3日もありますからね。これはどうしたもんかなと思いますけど、まあ、毎日トークやるからにはね、それなりにいりますからね。とはいえね、ちょっと編集が追いついてねえな。投稿も毎日投稿ではもう絶対間に合わねえな、これっていう。ちょっと独特の悩みが出てますね。さあ、そういえばね、カレーと牛丼、こういうやつ、山田式っていうのをね、開発とかって言ってやってましたけどね、よくよく思い出してみたらね、あれですね、この組み合わせ最初にやったの、松屋でしたね。懐かしいや、思い出しましたわ。昔、まだ大学生時代だったんですけど、大学生の時に、大須ですね、大須っていうか、上前津の方、上前津の、大須からちょっと離れた方ですね、のに松屋があるんですよ。まあ、大須よく行ってる方でね、ちょっとあの辺り、ちょっと、年次広く見てる方とか、まあ、大須に、弱っと行ってね、手軽にね、済ましたいよ。食事はね、もう、さ、ね、コスパ最優先でね、まあ、吉野家が松屋で食べてね、それ分をね、大須で同人誌、カードゲームね、ゲームカード、遊戯王ポケカとかにね、つぎ込むぞっていうね、人たち結構集まるところなんですけど、その松屋でね、事故って言ったらいいのかな。完全に私のボケなんですけどね。朝一だったんですよ。朝で、7時だったかな。そう、朝一の授業に向けてずーっと行っとったら、近鉄着いた時か。近鉄で名古屋駅に着いた時に、1限目が休校になってよっていう情報が入ってきて、名古屋まで出てきてる、そのトヨタの大学だったんで、うち出るのは早かったんですよ。6時過ぎの、ね、電車 に乗っても行っちゃって、で、早めにもう大学に入っちゃって、大学でちょっと仮眠をポーンって取って、仮眠スペースがあったんですよ。3号棟のあたりとかね。あとは、新しいやつできてから情報工学部の、生命システム工学部か、あそこの、学者のところが人が少なかったんで、まだ出来たてだったりな、あたりが。あんまり人が来ることなかったんで、あそこのね、下の、
半地下みたいになってるところに、ちょうどね、ロングベンチがあってね、新品のね、サッサのロングベンチだったらね、そこでいつも寝てた変な人、それが私です、なんですけどね。うん。もう今はもう築10年ぐらいになってるのか。2006年とかの話ですもんね。まあ、10年とかじゃない、15年ぐらいか、経ってるんですけど、っていうのがあって、で、休校になると思うんで、どうしようかなって言って、じゃあ朝一からちょっとすれ違っても潰そうかなと思って、とりあえず朝一でピューと行って、まあ、常にご飯を食べようと。で、ご飯食べて、食べ終わったらちょっとね、朝のお酢をちょっとブラッとして、まあ、ちょっと もうほとんど店開いてないですけど、さすがに朝の7時とか8時だとね、開いてないですけど、まあ、その辺が、空く時間くらいまであれかな、で、朝の昼飯でも買っていこうかなとかというね、ようなね、算段に思ったんですけどね。うん。で、松屋に行ったんですよ。で、松屋に行って、朝定食で行く気味じゃないと。まあ、もう5時から起きてるんでね、当時は5時起きでしたね。これより早く起きることあるんかと思ったら、今、4時起きになってるんであれなんですけどね。で、松屋に着いて、さあ、ね、朝ごはんって朝定食っていう気分でもない。ね、でも牛丼カレー、迷うなって言ってね、迷ってたんですよ。どうしようかなって言ってて、当時、今はもうタッチパネルの液晶になってますけど、もうね、20年前だね、2002年とかなんで、うん、20年前だ、ね、うん、に、タッチパネルじゃなくて、ボタン式だったんですよね。昔ながらの券売機のイメージです。だったんですよ。まだね、当時ね、松屋だから、それだったんで、で、どっちにしようかな、うん、と思って。まあ、迷った時はね、もうこれだって言ってね、お金を入れて、まあ、当時、どっちも300円以内で食えたんだったっけな。カレーが320円で、牛飯が280円だったかな。っていう、まあ、まだまだ300円でね、ご飯食べれるよっていう時代だったんでね。よし、どっちかの何盛りにしようと思って、自販機でよくやるやつですよ。ピッとしてね、先になったった方がね、出てくるっていうパターンでやろうと思って、ね、お金を入れて、両方でピッとしたんですよ。そしたらね、ギーカシャピッ、ギーカシャピッって、なんか2枚出てきたんですよね。んよくよく考えてたら私間違えて、というか、1万円札入れてたんですよね。っていうか、冷静に考えたら1000円でも当時だったら買えちゃうんですよ。だってこれだって今でも880円ですもんね。ですからね、当然ね、ピッて押したら、両方で、ね、押したらね、両方がね、反応してね、2枚印刷されてしまった。牛丼ですと、ね、カレーの並盛りの両方のチケット出てきてしまって、やっちまったなと。さあ、どうしような、これ片方は断ろうかなと思ってね、店員さんの方張ってみたらね、そこの店員さんがね、本庄幕の椅子型、石ちゃんですね。食べるので有名なね、石ちゃん。めっちゃそっくりな人でね、陽気な感じで、あ、いらっしゃいませーってね、まあ、朝なんですけど、めちゃくちゃ元気でね、でね、見た瞬間にね、それはね、その人基準で言ったらね、絶対余裕で食うよねっていう感じの人だったんですよね。牛丼3杯は朝飯前だよっていうね、いうような感じで、本当の朝飯前になっちゃいそうなね、感じの方だったんでね。普通にね、ああ、食うよねって感じでね、両方ね、はいはいって言われてね、あ、味噌汁の方はどうしますかね、あ、そんな聞かれるねって、ていうか、こういうのが前提である、朝一からこれぐらい食うのが前提っていう想定になってるなっていうね。まずね、あ、じゃあ、2個くださいって言って。しまってね、味噌汁2個ついてくる。じゃあちゃんとで単品で普通に頼むと味噌汁も2個ついてくるってことはその時知ったんですけどね。あれはね、当時はね、ハードだなと思いながらね、作ってね、朝一だったんでね、朝でね、それでね、腹膨れちゃう、もうパンパンに膨れてたんで、当時はね、それだけ食ったらもうパンパンでした。今こんな感じでパッと企画で食えちゃうから怖いんですけどね。で、いうのがあって、で、結局あれだな、これはちょっとお腹すかさんといかんって言って、どこまでだったっけな、鶴舞公園かな、うん、鶴舞公園まで、そのまま歩いて、ウォーキングして、で、鶴舞からまた乗ってって言って、2軒目の授業に間に合うようにねっていうような感じで、行ってた、なんてことがありました。あれが初めてのカレー牛でしたね、考えてたら。それが今やこれですからね。だから、多分大学生の時よりも食うようになってるわ。あの時も、まあまあ食う方ではあったけど。ただね、
うちの場合、大学はね、スポーツが有名なところで、私が言っとったのはトヨタキャンパスね、中京のトヨタキャンパスですから、当然、体育学部、今、スポーツ学部という名前になってますけどね、体育学部の、ね、人たちとわーっているんで、やっぱね、空力が出口なんですよね。うん、もう、本当にご飯1キロは当たり前みたいなね、世界のね。うん、皆さんが揃っとったんで。今ね、悪魔的所業を思いついてしまいましたよ、私。ご飯をね、移して、もうだいぶ、スペースできてきましたからね、移すでしょ。ちょうど、すき家さんのこのやつは、こういうセパレートですからね。これはもう、やっぱやらないとダメでしょ。悪魔的からぶっかけ、悪魔的宗教大暴、ああやめ、これもダメだ、なんて悪魔的だ、うわうわ、これはエグいな。うん、あーできちゃいましたよ。こんだけ食った後にまだカレー粉1杯分ちゃんとありますもんね。これで880円いいですね。うん、間違いない、うまい。まあとりあえずパッと食い進めていきます。ってことで、ね、食べてきましたけどね、いや定番ですね。やっぱカレー牛って言ってば、急にすき焼かれてますけど、やっぱそのカレーはね、辛すぎリーズだね、中辛よりちょっと甘めぐらいと、この牛丼、やっぱしなんかもうカレー牛すること想定で両方のことくながらね、牛も味がね、かなり濃いめのね、味になっているんで、やっぱカレーかけても負けないんですよね。そのあたりとかではやっぱすき家のこのカレー牛の強みなのかな。もともと、うん、ね。そういうところあるのかなと思います。松屋さんだと、松屋さんより中野の方がそっか。どっちかというと、それ、なんか牛丼自体はそこまで、味が、強くなくて、ね、カレーがどっちかというとスパイシーより、な感じだったんで、かなりカレーが勝つって感じでしたけど、こっちの場合はね、お互いがちゃんと力をグイグイとやる感じがありますもんね。そう、松屋さんはスパイシーだけど、牛丼がそんなに強くはないんですけど、ちゃんと牛がしっかりとしてる感じが、カレーが入ったらビーフカレー感が出るという感じになるって言ったらいいのかな。結構、松屋はね、まあ、もともとドレッシングかけると美味しくないよとかね、あ、すき家でもやるか、やる人はやりますよね。フレンチドレッシングかけるっていう人もいますけどね、うん。あれが好きっていう人もいましたね。とかもありますけど、まあ、やっぱしそのあたり、それぞれが、まあ、もともと牛丼の方もトッピングをいろいろかけるよっていうね、文化があるんでね、多分そのあたりでその強めになってるんですよね、牛が。っていうような感じだったんで、美味しくいただきました。やっぱこれがカレー牛だなって感じですね。まあ値段の比較はまた、だっと、画表さんでも多分、消えたら書いておきますんで、また見ていただいたらと思います。あとは、吉野家だけが、で、一旦終わりになるのかな。他にもね、ちょっといろいろとパターン考え出たらね、やっていきたいなと思いますんでね。まあ、気長に、多分他のやつとかだったら、なんか、ザックバランにごちゃごちゃごちゃって上がっていくと思いますけど、今ね、プラン表を見てもね、いい加減ちょっと、旅行系の動画もね、挟まないといけないんですけど、そっちの方の、資料の準備がそうってなんかいっぱいしてるんでね、まあ、今もこの後ちょっとそのあたり資料の整理とかしてね、やらないといけないって感じなんでね。またね、ちょっとね、雑談はね、昼間に撮れる時に撮りますんで、
やっぱこの時間だとどうしてもボソボソになるので、多分これも円弧でグイグイ開けて無理やり開けてね、やらないといけないと思いますんで、どうかよろしくお願いいたします。それでね、この動画これぐらいでね、締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。というか、なんで当たり前のように丼に入ってくってんだよって話なんですけどね。なんなら実はこれ食う前にラーメン一杯食べてるしね。